とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー、2ついいものが出るまでやめられません。やっていきましょう。タワーがあと2日ぐらいかな。また更新がありますね。シーズン7はどんな風になるんでしょうか。楽しみです。まあ、その時は生放送をやるので、ぜひ見に来てくださいね。よろしくお願いします。では何回目で終わるかな。なんかね、シーズン6いいのがあんまり出ない感じがする。本当に出が悪いね。お願いします。今日は早く終わらせてください。どうだろうね。あ、来た。一発目で来た。よしよし、いいぞ。一発目で来た。あ、でも惜しい。なんだ、もうちょっとサービスしてよ。バーストボーストリングとクールダウンショットが一緒になってる。まあまあ、言うならば貫通まで一緒になってるのよね。あ、いや、まあまあ、多くを求めすぎちゃいかんね。まあまあ、一応クールダウンショットとロールチャージ。まあ、せめてバーストボーストリング1個横に行ってほしかった。OKOKOK。で、星なき夜は、お、黄金で A についてる。お、強いぞ。あ、で、虚無。あー、一番左がな。8は悪くないよ。8はいい。8、そうね。まあ、A がついてて、虚無、吸血だろうね。で、一番左に、そうね、クリティカルがそこに一番左にあれば最高だったな。クリティカルもしくは追い打ちが惜しいな。いや、強いよ、強い。でもまあ、俺が今持ってる方がまあまだ強いかな。あれは結構理想的なやつが4つともついてるやつなんで、まあ機械仕掛けでしょう。テンポシフト入ってるしね、無難かな。はい、ではいきなり一発目で出ました。2回目は何回目で出るんでしょうか。行ってみます。2回目で来い。お、来たんじゃない。これ来たんじゃない。星なき夜使えるやつだったらば終わりです。どうだ。あー、ノーマルか。エコー、リフレッシュ、クリティカル。普通だな。普通だね。いや、全然使っていけるよ。そこそこ強いと思う。けども、いや、もう今の持ってるやつよりも全然劣るやつだから、ダメだね。やっぱり、使うってなると黄金で、いいやつじゃないとな。あー、これ、あ、いや、違うか。ユニークじゃないから、ついてないんだ、ロールチャージが。そうか、そうか。まあ、もうちょっとやりましょうか。これ、じゃあちょっと納得できないかな。もうちょっと、行きましょう。3回目、どうだ?まあ、ホークブランドかな。どう?あ、黄金、ああ。なるほどね。輝きがないか。ちょっと、エンチャントはちょっと使いにくいやつだね。よろしくない。ビスティンガーはまあ、もろ弱いやつだから、必要ないか。ダメだ。3回目全然ダメ。次行きましょう。ソウルダンサーのクールダウンか。エンチャントがね、黄金のやつも別にいらないし、一番左なんて全部いらないんだよな。まあ、クールダウン、防護かな?いや、今持ってるやつの方が断然強いし、いらないな。使わない。でもまあ、使っていけるやつではあるから、当たりではあるんだ。もう少しやろう。とりあえずこれ取って。もう少しやります。
あと3回行くね。あと3回。で、一発目、イカが来ました。どうだろう。ハイランド、あんまり使いにくいんだよな。裏切り。頼むよ。クールダウンついてろ。あ、ダメか。ダメか。まあ、まあ、エンチャントとしてもちょっと微妙な感じかな。まあ、あと2回行きまーす。いや、惜しいな。なんか今日出る気がするんだよな。これクールダウンショットついてんのよ。でも他はダメだけどね。で、横のベールもダイナモついてんのよ。やっぱりこれね、ダイナモ貫通をつけて、無限ダイナモすると、ちゃんとね、影化するらしいのよ。これ欲しいんだよな。惜しい。ダイナモついてるけども、貫通がなし。何かと惜しいんだよな。はい。まあ、とりあえず、あと1回。今日はそれで終わりにします。ラスト1、行きまーす。3回目。まあ、ぼちぼちのやつが出ました。ピグリン、違う。生きたつだ、違う。ミステリーです。ぼちぼちのやつが出たよ。お見せしましょう。これ、無敵になるやつと、ポーションが近くの仲間にも伝わる。微妙。微妙。クールダウンはついてんのよ。で、まあ、防護もあるから、防御力はそこそこ高い。なぜ回復ポーションの効果が近くに伝わるやつかな。これじゃなくってね、そうね、6% 吸収が良かったかな。6% 吸収。まあ、もしくは 35% のダメージ軽減かな。そのあたりが良かったけども、なぜこれだったか。でもまあ、使っていける。軽減もあるし、無敵になるやつなんで、使ってはいけますね。はい。ということで、今日は終了です。なかなか良かったんじゃない?はい。ということで、今日もやっていきました。二ついいものが出るまでやめられません。早かったね。早かった。1時間半ぐらいで、今日は終わることができたので、良かったです。まあ、いつもこれぐらいにしてくれればいいんですけどね。でも、タワーの更新が、そろそろとなっております。シーズン7、どんな風になるんでしょうか?ショートカットはあるのかな?どうでしょう?はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。